お腹すきすぎてたこ焼き盗みました。な、何が違うんですか今の音。確かになんか嘘ついたんですか。じゃあいや、あのやりましょうさあ、ということでやってきましたサンチェの秘密基地のこちら予定地でございますね、はい、今日はですね、はい、皆さんお気づきでしょうか。サンチェの秘密基地という名前なんですが、はい、そのサンチェくんがどこにもいません。ちょっとサンチェはですね、昨日あの遅い時間までやりすぎちゃったみたいで、はい、サンチェくん飲めないですよ、はい、ちょっと今日はまだなので今日はですねちょっと急遽になりますが、はい、まあキャンピングカーを前回、うん、我々が、まあ、大金をはたいて手に入れたの覚えてますか。覚えてます。覚えてます。はい、そのキャンピングカーをですねこれからどうするかという、そこで、今回サンチェがいない間にですね、はい、そのキャンピングカーを保有するためのカーポートをみんなで作ろうじゃないかという企画でございます。え、カーポートって何ですか。そのカーポートというのは、まあ、柱と屋根ぐらいをこう使って簡易的に作る車庫のことを言うんですけど、ただまあ我々素人だとなかなかねこう本格的なものは作れない。そうですよね。そうですよね。ということなので今回ですね、はい、もう早くも、黒瀬商工会の皆さんに作っていただいております。今日よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。今こちらですね、ちょっとずつできていっているの分かりますか。すごい、すごいね、高さもあるし。でここから先、まあ、我々ももちろん協力させてもらいながら完成までさせて、うん、はい、サンチェにサプライズで見てもらおうかと。なるほど、サプライズプレゼント。そうなんです。さあ、ということでコージさん、はい、早速カーポートの方を手伝っていきたいと思いますが、うん、はい、我々素人だとやっぱり何をしていいのかがまずわからないということなので、そうですね、黒瀬商工会の方にいろいろと教えていただきながら、はい、指示をもらってお手伝いをね、邪魔にならない程度にできたらなと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前は岸本です。岸本さん、はい、うん、まあでも岸本さんだとちょっとねかしこまりすぎてるんで、はい、やったちゃん何かいいあだ名いいですか、はい、じゃあ語呂がいい岸本ちゃん語呂いいんかな。どうですか。語呂じゃなくて大ベタのベタ大ベタですか。ちょっと長くないですか。確かに、はい、僕決めていいですか。おお、いいですか、お願いします。お願いします。キッシーでいきましょうよ。キッシー大ベタのベタキッシー、じゃあ選んでもらいましょう、岸本ちゃんに。確かに、はい、確かに、どっちが気に入ったか、はい、じゃあキッシーで。コージさん採用です。ですです、これは。ということでちょっと作業ね、うん、あの確かに本当に何も分かんないんで、うん、指示をいただけたらなと思うんですが、はい、うん、針の部分をちょっともう一個の方上げていくんで、はい、はい、でネジ止める作業をちょっと手伝ってもらおうかなと。なるほど、結構高い場所ですけど、コージさん、はい、この高さは大丈夫そうですか。僕高いところ苦手なんですよね。高所恐怖症ですか。そうですね。あら、僕も、はい、高いところちょっと苦手なんですよね。え、私しかいない。ヤタちゃんは大丈夫ですか。大丈夫です。私さっきあの聞いちゃったんですよ一人大丈夫。コージさん大丈夫、高いとこ好きって。え、いや好きではないんですよ。高いとこ好んでいくタイプ。いやいやいや、好きではないですけど。高いとこ好きって聞いたんですけど。違いましたか。嘘ついたんですか。じゃあ、いや、あのそれでも、はい、嘘によっても本当逮捕ですけど、やりましょう。作業に移りたいと思いますが、はい、これはコージさんとキッシーがじゃあ2人で息を合わせて気をつけながら上で作業するってことですか。はい、そうです。ということはこれ息が合ってるかどうかっていうのがかなり重要になってきますけど、はい、お二人相性どうですかね。相性はでもいいんじゃないんでしょうね。ですね、はい、うん、ね、もともとコージさんのことはあれですか、ご存知でしたか。あ、知ってました、小さい頃サッカーしてたんで。ちなみにキッシーおいくつ。
は僕は28です。28。28。はい、おお。ということは干支は鳥です。おお。え、まさか。まさか。まさか鳥です。ええー。はい。鳥年？鳥年、鳥年で。じゃあ、はいはい、息かなりぴったりで期待できるんじゃないですか、ね、じゃあ早速、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。お二方気をつけて、はいはい、結構これ高いですよ。結構ね、そうなんですよ。これ下から見る分にはって思うかもしれないですけど、上から見た景色と違うでしょうね。わ、高い。高いですか。わ、結構高い。おお。いや、小石さんもでかいから確かにすげえ高い位置にいるように見える。ここに穴がありますよね。そうですね、そこの穴、僕こちら合わせておきますんで、はい、それを合わせていただければ。取るんですか。いや、取らなくてそのままで、はい。こういう日曜大工って浩二さん、よくしまされますか。いや、僕はやっぱり作業が特に苦手なんで。苦手なんですか。はい、器用そうですけどね、うん、細かい作業が不得意なんですよね。はい、手より足の方が。そうですね、手使っちゃうとやっぱりファール取られてたんで。あー、確かに。押すんですか。押すだけで。お、すごい本格的な。僕あのドライバーでぐるぐる回すのかなと思ってたんですけどそんな人の握力だけで立たないでしょこれこれはめていいんですか。あ、大丈夫ですよ。で、押すんですか。はい。おー、オッケーです。すごい、大丈夫ですか。今のでいいんですか。はい。結構な音しますね。結構な音。びっくりした今。大丈夫、落ちないでくださいね。はい。おー、はい、OK、OK なんですかこれ。はい、OK です。大丈夫です。すごい、はい、早っ。一瞬で閉めるんですね。もう音が取れて。何が違うんですか今の音は。確かになんか、なんか僕と違ったじゃないですか。ちょっと少量の回数でいけた感じ。あ、僕は押しすぎたんですか。あ、そうなんですね。これ今上止めましたけど、これでもう大丈夫ですか。これで大丈夫です。あ、大丈夫なんですね。すごい。また倒れたりはするんですけど、一応これの固定はもう出来上がりできましたんで。小石さん、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした僕の仕事は終わりましたもん。ありがとうございました。レンジ回してお疲れ様でした。はい、小石さん、昼ご飯にしますか。昼ご飯に行きましょうもん続いての作業に移りたいと思いますので、今、はい、ユニフォーム着てもらってます。そうなんですよ。似合いますね。似合います。ね、めちゃくちゃ似合ってますよ、うん、なんか私服で着てそうな感じ。ちょっと、あ、いる。バイク乗られる方で、はい、この上下のセットアップの丈夫な服装の方いらっしゃいますよ。かっこいい。これからですね、溶接作業を浩二さんにやっていただこうと、うん、いうことです、はい、ということでここからもまた教えていただきましょう。はい、お名前は何なんですか。坂根と申します。坂根、はい、坂根さんは何かいい呼び方ありますか。あだ名、はい、うん、じゃあキッシーとかけて、はい、サッカー。サッカー、サカちゃんで。サカちゃん、サカちゃんで。じゃあサカちゃんで大丈夫です。サカちゃん、お願いします。これはどういうところに使われるんですか。ここの、蓋になるんですけど、うん、車が通れるようにですね。あ、なるほど。ブレーチングという形 で、これはブレ止め防止で、骨ですね、下でこう動かないように。へぇ、ちょっと試しにですね、ちょっとこの板にですね、はい、溶接をしてもらおうと思うんですけど。試し溶接、はい、ここにスイッチがあるんで、はい、ここを握ってもらったらワイヤーが出てくるんですよ。ワイヤーが出てきた。これを鉄板に当てるともうバチバチっていう感じで、わわわわわ、こんな感じで。わあ、すごい楽しそう、はい、いきますよ、はい、わあ、面白いもう好きなようにやってもらったら。ちょっと名前書いていいですか。あ、いいです、いいです。素晴らしい工事できました。今これ練習でやったんですか。練習で、はい、僕は上手くてびっくりです。いやいや、ありますびっくりしてできないんですけど、はい、あ、本当ですか。はい、僕15年間やって初めて触る人が
文字書いてですか。さすがですね。さすがですね。いやありがとうございます。森崎さんのためにあの一箇所開けとるんですよ。はいはい。はい。そうなんですよ。こうさん。ちょっと。あ、自分の名前書いて終わりじゃないんですよ。違うんだ、はい。遊びじゃない、遊びだけじゃない。なるほどだ、そうだ。本格的な、はい、この、はいはい、溶接のお手伝いを。はいはい。ここからここぐらいまで。これでも確かに光だけ気をつけて。うわ。こんな感じ。はいはい。手離さないで。はい。はい。こんな感じですか。ああ。できましたか。バッチリです。バッチリです。どうですか。もう普通に素人にしてはすごいなと思って。小石さんどうですか、やってみて。いやいや、もうでも怖さはあるけど、でもやり始めるとなんかちょっと子供の時になんかこういう作業やるじゃないですか。なんか図工なのかな、うん、なんていうの、技術なのかな、物、ね、を作る、はい、っていうのを思い出しましたね。うん、こういう何かこう少しでも自分が手を加えたものがその場所にあるってなると、うん、なんか愛着とか湧くと思いますよ。確かに愛着は湧いてますね、うん、湧きますか、やっぱこれ湧きます、湧きます。これうまくないですか。めっちゃ上手、これうまいですね。77。いやいや、ありがとうございます。いや素晴らしい。新たな才能が開花しましたね。はい、いや本当ただ一つ残念なのがこれが裏側になるから誰の目にも当たらない。さあ、ということで、およそ8割まで完成しているということなんですが、はい、ここからラストスパートで何か我々が手伝えることってありますか？うん、とりあえずこの壁のパネルを一緒に貼っていきたいなと。うん、ちょっと八幡ちゃんこっちに回って顔出してください。前井さん、まあ、その当時のことを思い出していただいて、その犯行動機っていうのは空腹すぎて第二の自分を出してしまいました。何で逮捕されてるんですか。お腹すきすぎてたこ焼き盗みました。以上、たこ焼き泥棒のお話でした。それで行きました。それで行きました。曲がっていいんですよね。なんか曲がってます、まだ。はい、ここから多分まっすぐなんですよ、はい、から押し込めばいいんですか。そうですね。おお、 こっちで合わせながら溝を、これそうです、そうです。ここに押し込む。これで穴を合わせてもらって最後、はい、おお、締めに、はい、これでもう、はい、小石さん、さっきねちょっとやりすぎたんで、はい、グッと、おお、お、はい、これは、ね、お、お、はい、おー、OK ですね、おー、はい、できたー。すげー、綺麗にできましたね。できましたね。難しい。おい、気持ちいいっすよね。なるほど。そっち、こっちはめてもらった方がいいかもしれない。おお、おお、できました。次、上だ。上は僕やりましょうか。はい、おお、はい、早っ、気持ちいいっすね。慣れましたね。さあ、ということで作業、はい、たくさん進ませていただきましたが、はい、どうでしょうか、今完成度でいうと9割ぐらい。9割ぐらい、9割あとちょっと。まあここまで作業開始からおよそ5時間ぐらいは、ぐらいですね、はい、いや、やっとこのゴールが見えてきたという感じがします ね、 ね、うん、はい、ここからですね、我々は少しホームテレビの方に戻らないといけない、はい、ということなので、皆さんにあとはお願いする形になりますが、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。まず何から何まで、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひちょっと完成楽しみにしてますので、はい、どうかよろしくお願いします。はい、そこでちょっとですね、最後に、うん、せっかく自分たちで作ったところがね、はい、ありますので、はい、そちらに小石さんサインを。サインを、はい、はい。このままのペースでいくとこの家サインだらけになる。スタイル。日付はいいですか。この後はフットスタイル。フット ST になりますよ、ね、スタイルは略でいいんですか。省略。
ということで、また次回の山中の秘密基地で皆さん楽しみにしててください。浩二さん、八幡さん、ゴッホさん、完成しました。尺を稼いで、はい、うん、頑張ろう頑張ろう。これ許せませんダメですか今